泣きたいときは泣けばいいからね。いやでも配信でもうねなんか前はちょっと泣いちゃったけど最近我慢してる。泣くのずっと泣いてたけど昔は懐かしいわ。前ホロ昔ホロックスでコラボしたとき全然喋れなかったって。いやあったなあった。なんかめちゃくちゃ酔っちゃってマイクラやね。そうマイクラでね。今はすごい慣れさせるためにかん多分頑張ってると思うけど頑張ってる、うん、なんかマジで最初の頃1時間経つか経たないかぐらいでもう無言になってこれはやばいぞみたいな。でクロエと渡してやばいよなみたいな話をしてて。ねえそしたら終わった後にラブちゃん大丈夫ってみんなで言ったらラブ大丈夫かとか言ったら、うん、そんなんじゃないよ。そんなんじゃない。もっと男泣きだったもん。いやあの頃よりはもう全然成長した。ブランコやってんの。何ブランコ。えブランコやると三半規管が鍛えられるんだよ。え待って公園でブランコを漕いでんの。そうだよ。そうだよ。いやマジで鍛えられるからねあれ。あもしかして、うん、あの、うん、何子供の時とかに、うん、ブランコあまり乗らなかった。いや外で遊ばなかった、ね、あだから鍛えられなかったんだ。折り紙大好きだった。折り紙とあやとりと、うん、あのお手玉めっちゃ超うまいよ。なるほどね。そう全然私はできないけど。嘘めっちゃうまい。お手玉できないよ。お手玉何個できるの。4個できる。え4個でできるの。うん飛行機にめっちゃ速いの乗れるよ。めっちゃ速いの乗れるよ。あ折り紙。えそう飛行機って言ったから 今どこから飛行機って来たんだと思ったら折り紙ね。そう折り紙。今後の特訓でブランコ行くわ。じゃあね、うん、あのなんだろう、うん、このぐらいの身長でね このこのお顔がこのお顔で、まあ、見つけてもスルーしてほしい。それはこのお顔であのブランコに乗っているものがいましたら、うん、ラプラスダークネスなので、うん、スルーしてほしい。スルーしていただければなと思います。頑張ってんなぐらいで、はい、うん、でも深夜に行くから多分大丈夫。いや深夜に出回る人多くなるだろう。私やばい見つけよう。見つけられてしまう。良い子は真似しないでください。夜中に出るのはね。いやもう家の中にブランコ作るわ、うん、じゃん。家でできるようにするわ。マイクラに作ればいいじゃんブランコで。作りたい。マイクラやりたいんだよ。そう、あそうマイクラ やりたいね。そのイロハもねやりたいって言ってたから。あじゃあ3人でやろうよ。うんいいよいいよいいよ。え3人のコラボ名どうする。いや確か今までないよ、ね、うん、必殺リスナー募集じゃん。絶対高根家の子供たちみたいなんでなるでしょ。絶対なるじゃん。間違いない。ママとガキと犬にしよう。犬はイロハ。